挨拶行ったんですよ、はい、石田さん、はじめまして、関根さんですって言ったら、まあ、来て、僕立って、はい、挨拶に来て、はい、関根ですって、すみません、関根です、よろしくお願いします。うん怖かった下からずっと一言を、うん、怖えーと思って芸能界のポジション的にも全然違う、もう大スターだ、大スター、はいはい、大スター、もう奥様は18歳から、はいはい、もうパパと呼ばないでから、はい、俺ペイペイですよ、はいはい、20代前半ぐらいの、はいはい、うん、でその挨拶のあと仲良くなれるもんなんですか。ならなかったですね同じ現場に出ないから、はいはいはい、俺がいろいろ言えば、はい、パパと呼ばないでどうだったんですかとか言えば話してくれそうな気配はあった。